雪だるまの帽子出す。後でスマホを見ておくずら。本当は完璧なバランスで作ってくれた時にしか教えたくないんですが、ごめんね、完璧なバランスじゃなかった。皆さん、今日は旧正月の元日です。明けましておめでとうございます。2回目の明けおめや。ただいまのエルトン時刻は2021年2月12日、金曜日の午後1時1分です。1時1分。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日のドキュメンタリー番組、どなたかご覧になりました？動物のこと、環境のこと、今週もいろいろと考えさせられて、本当のためになりましたよね。何の番組だろうか。ああ、私言ったら、個人的なテレビの感想なんて、すみません。では、本日も楽しい一日になりますように。は、めっちゃ、寝癖。えへへ。どうやったら手串であんなに治るのかを教えていただきたい。ほい、ということで今回はじゃない。今回もやっていきたいと思います。いきなり締めるところやった。やばいやばい、ボケてるな。あ、やっほー、ド派手な格好で歩いてるね。あ、アイナちゃん、超お久、元気にやってた？アイナちゃんの大好きな読書を極めるために、修行でも行ったんでしょう。え？趣味じゃなかったっけ？とにかくあたいに黙っていなくなったズミは重いよ。これからはもっとあたいといっぱい遊ぶこと。約束だからね。あは。めっちゃ可愛い。こういう格好すごい好き。似合ってる。今日は旧正月だね。なんだか新しい風が吹いてるって感じ。んー、すがすがしい気分。あは。あれよね、旧正月って中国とかのあっちの方の旧暦のお正月やっけ。春節ってなんかよく聞く気がする。2月の頭ぐらいに。わー、アイナくんだ。久しぶりだね。君とは随分会ってないや。僕全然変わってないでしょ。だって毎日鏡の前で昨日の僕と同じかチェックしてるもん。これからは君にも毎日チェックを手伝ってほしいな、ぜひ。昨日と違わないかチェック？どういうチェックの仕方なんやろ。なんだかウキウキしちゃうな。だって今日は旧正月。おめでたい日だもんね、ぜひ。日本におったらなんかそんなに、ニュースでなんかよく中国人旅行客が大量になんか移動してくる？旅行に来るみたいなのはね、見かけるけど、商売しよる人たちにとっては大事なんかな？似合うね、メガネ。あらまあ随分と久しぶりの顔ね。こんな長いこと島を留守にするなんて一体何があったの？サングラスなんかな、これは。なんか薄く色ついてるよね。今日くらいは島でゆっくりしていきなさいよ。素敵ね。おしゃれっすね、ビアンカさん。今日は旧正月ね。もう一回新年のお正月気分を味わえるなんて、なんかお得よね。素敵ね。素敵ね。いいよね。何してるのみんな。なんか続々と集まってきよるけど。何事？おー、アイナ、すげえ久しぶりだな、ジョリ。そうそう、床にも座れるようになったけん、すごい可愛いよね。おいらお前と会わない間、新しい筋トレ法を考えてたんだ。めっちゃ目の前で歌い出したんやけど。でも一人でやっててもいまいち張り合いがなくってさ。やっぱりおいらにはお前というライバルが必要だよ、アイナ。これを聞きにやってきたってこと？そういうこと、なんか一回立ち上がりかけたけど。今日は旧正月だな。ほらほら、お前ももっと盛り上がれよ、ジョリ。どう盛り上がっていいかがちょっといまいちよくわからないんだけど。ね、この仕草ってさ、どうやってやればいいん？わからない。わからない。アイナさん、どうも久しぶりです。ずっとお留守にされたんですか？お家に伺っても返事がなかったので。ごめんね、留守をしていたわけじゃないのよ。あ、ひょっとしてどこかに旅をされていたとか、そして何か事件が起こったり？すみません。昨日読んでいた小説の影響で、お恥ずかしいです、たふん。ミステリーが好きなのね。同じく。今日は旧正月ですけど、アイナさんはいつも通りで安心感がありますね、たふん。みんないつも通りじゃない？そんなことはないのかい？おさいさん、さっきからちょっとチラチラ気になってたんだ。あ、アイナじゃないか。あんた1ヶ月もどこ行ったんだい？とにかくあんたの元気な顔を見られてよかったよ。あんまり心配させないでおくれ。おさいさんのスマホは、星柄なんやね。なんか、ぽいっちゃぽい。派手だね。
今日はめでたい旧正月だ。気合い入れて楽しまないとね、パネ。まあ私のスマホカバーは、ヒョウ柄なんすけどね。かわいいもん。レオパード。よき。あとなんか、たぬきショッピングで旧正月にちなんだものが買えるって。ねえ、なんか役所の飾り付け変わってなかった？あれも旧正月仕様？ちょっとすごく気になったんやけど。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。1日目50マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。タヌキショッピング。スペシャル商品。シーズン？これはバレンタインデー用ね。え、かわいいハートのバラブーケ。めっちゃかわいいやん。でも食べれる方がいいな。ってことで、両方くれってことやね。あ、これやね。春節のお年玉。わー、なんか、すごい。あの、巻いとる髪の下金ピカやん。春節のドア飾り。ほう。ソルラルのお年玉。ソルラルって何？応援メガホンアメフト。なんで？ビッグゲーム？何ビッグゲームって。なんか、アメフトの大会ってこと？アメリカのマークよね、あれ。アメフトのラグ。え、かわいい。全部買おうっと。え、とりあえず全部買おうっと。あ、そっかそっか。全部買うけど、え、全部買える？一気に。何個までやったっけ？はい、オーダーします。全部、あ、5点までやった。メガホン2つが買えんわけ。メガホン2つじゃない。アメフト2つが買えんわけね。じゃあまあ次回買います。2月15日まで。大丈夫。チョコレートは誰に渡そうかな。よし。住人みんなに配る？まだ歌ってたの君。ほらほら、なんか飾り付けがこんな感じになったんやけど、これは旧正月仕様ってこと？ちょっといまいちよくわからないけど。よくわからないけども。ちょ、私さ、雪だるま、お！いいところ、あそこにも雪玉。どうも、シャンティ。まあ、エラさん。何？どこの社長ですか？って感じなんやけど。最後にあなたに会ったの、いつだったかしら。久しぶりにご着じゃ、やりたいことがいっぱいあるでしょ？思う存分あいらとを楽しんでらっしゃい？だってば。シャンティ、中国仕様で会ってくれないのかい？今日は年に一度の旧正月。みんなでこのおめでたいムードを楽しみましょう？だってば。ちょ、待って、ふぅ。失敗しないように。木にぶつけないように、川にも落とさないように、気をつけたいと思います。どれぐらいの大きさがいいんかな？パパにするには結構大きめ？とりあえず、これぐらいの感じかな、体。よし、次。よし。その蹴り飛ばすのをやめてくれい。調節がしにくいんだよ。よいしょ。これでね、川に落としてしまったり、木にぶつけてしまったり、悲惨なことに。これ最初は、あれかな？必ず二つとも近くにあるものなんかな？ね、前に見つけた時にも二つの雪玉は近くにあったけど、まだアンバランスやね。頑張って大きくするよ。これぐらい？もうちょいかな。もうちょいでかめ？よいしょ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 。まあ、こっちが大きくなってしまった場合は、こっちが体、こんなもんかな。よいしょ。どう？あ、普通の雪だるまになった。はじめまして、だつら。やーっと君と喋れるようになったっす。雪玉として転がされてる時から、今かと誕生の瞬間を待ちわびてたずら。でも、あれじゃない？大きさが違う時は君じゃなかったでしょう。びっくりしたですか？ほら、見ての通り、雪だるまずら。こんな語尾やったっけな。短い間出すが、これからこの島で世話になるずら。出すかずらかちょっとはっきりしていただきたい。
作ってくれてありがとうだす。お礼にとっておきのアイテムの作り方を教えるずら。雪だるまの帽子だす。後でスマホを見ておくずら。本当は完璧なバランスで作ってくれた時にしか教えたくないんですが、ごめんね、完璧なバランスじゃなかった。君とは初めましてだから、特別に教えてあげるずら。あ、じゃあ2回目からはそういうことなんやね。あと、これもあげるずら。そのアイテムを作るのに必要な雪の大結晶だす。大結晶って何？持ち物に入れておいたずら。これを使って、オラ直伝のアイテムを作ってくれだす。君、初めて雪だるまを作ったにしては、なかなかいいセンスをしてるだす。ありがとう。オラの見立てでは、君が完璧な雪だるまを作る日は、そんなに遠くないずら。ぜひともまたチャレンジしてくれだす。期待しているずら。大結晶ってなんなんやろ。結構いいバランスと思ったけど、もうちょっと顔小さい方が良かった？普通にその辺、前より結晶の中で、でっかいのがあるってことなんかな、中に。これ普通やろ、多分。はぁ、消えた。ね、これ捕まえたことあるやつ。ねえ、ってば。は。どうや。糸トンボを捕まえた。お腹が細長い。うん、初めてじゃなかった。普通に初めてじゃなかった。てか私前にさ、何捕まえたふんころがしをまだ寄贈してないから、じゃあそれを持っていこうかと思います。ふーたくん、ふーたくん。ぐご。は。すみません。こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？はい、寄贈します。ほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。あれ、糸トンボ。寄贈してなかった。ふんころがしとサザエと、糸トンボで。はい、どうぞ。おわ、まとめて申しくださったんですね。どれどれ？はい、ではありがたく納めさせていただきます。あ、わざわざ取り出していただかなくて結構ですよ。こちらで勝手に引き取りますので。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？間に合ってます。そうですか。では自由にご見学ください。よし。増えたぜ、増えたぜ。てか雪の大結晶を1個で作れるものなんかな。そうよ、何が増えたんやろ。DIY レシピ。これか。雪だるまの帽子。雪の大結晶を1個と、雪の結晶あと2個いる。あと2個、あと2個、あと2個。はい。1個。あと1個、あと1個、あと1個。飛んでないか。ん？びっくりした。超やった。全然違った。飛んでないか。雪の結晶。雪の結晶ってさ、なんか近く通った時にキラキラキラーと音がしよるよね。飛んでないな。全然ないな。どうでもいい時にはめっちゃ飛び寄るのね。ん？人かと思った。全く違った。おお、何？どうしたの？出ていくとか言わんよね。アイナか、ちょうどいいところに来てくれたな。実はオイラ、そろそろこの島を出ようと思ってるんだ。ダメだよ、君は。最近マンネリ気味だから、新しい土地で新しいことにチャレンジしたくなってさ。ここらで武者修行を出て、一から鍛え直そうと思うんだ。男のロマンを感じるだろう、の心。言っちゃやだ。え、そんなにオイラにいてほしいのか？そうだよな。今まで汗水垂らして頑張ってきた場所だもんな。オイラ、目が覚めたぞ。引っ越しはやめやめ。これからも一緒だぞ、の心。今もトレーニング中かい？あ、トレーニング中だね。旧正月、楽しんでるか？オイラ、フルパワーだぞ、の心。確かにフルパワーだ。めっちゃ重そうなものをすっとポケットから取り出した。ね、雪の結晶は、あったー！てい。よかった、殴るかと思った。イエーイ、雪の結晶ゲットー。ってことでこれで OK ってことやろ？うわ、あるやん。え、めっちゃ飛び降りやん。どんだけなん？探し求めていた時にはなかったというのに。はい、これで。DIY で何か作ろうかな。作りまーす。雪だるまの帽子。はい、作っちゃう。大きい雪の結晶の作り方だけちょっと、
教えていただきたいんだが。やっぱり、たまたま、拾うしかないということかな。イエーイ、雪だるま。こんな感じ。雪だね。全身揃うんかな。全身体どうなるかわからんけど、丸っこくなるんかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。一応なんか、たぬきショッピングで買ったお年玉のやつは袋の中にベルを包むことができるらしいんで、あれか、あれに入れて人に渡したりとか、動物にも渡せるんかな、気になる。